片川線、安徳線で使用されるリエッセ西畑、南面離線などで使用されるハイエースハイエースの予備車として在籍するエルフ UT 南駅、ミリカ線で使用される特別塗装のハイエース、カワセミバスは福岡県中川市が運行するコミュニティバスである。2009年10月1日に運行を開始した。当初は主に町役場と町北部の市街地。 住宅地を結ぶコミュニティバスとして設定されたが、後に町内の西鉄バス路線が廃止された町南部の山間部にも路線網を広げており、2020年現在では市のほぼ全域で運行している。西鉄バス二日市と福岡第一交通に運行を委託しており、2009年度から西鉄バスが循環バス、川蝉を運行していたが採算が難しくなったことから、 町との協議により町が運行を補助するようになった。南面陸、西畑区の一部の便は児童の通学目的の利用を無償としている。愛称名は中川市の鳥である川瀬美に由来する。9時代から19時代までの間は、市北部の市街地、住宅地を循環する北部川瀬美、市の中心部にある西鉄中川営業所と、市南部、西部の山間部を結ぶ。 南部川瀬美が運行される。朝6から8時台と夜20から21時台は、博多南線に接続し、博多南駅と市内各地を結ぶ通勤川瀬美が運行される。折り返しは、博多南駅もしくは西鉄中川営業所で行う。以下は、全停留所記載。は上り下り両方向の運行。は矢印方向のみの運行。 内輪上り下りとも同一順序で矢印方向に運行する区間。片縄線、安徳線、南駅、三カ線がある。片縄線と安徳線は市街地と周辺の住宅地を回る路線で、いずれも左回りと右回りが交互に運行され、博多南駅を55分間隔で始発し、両方向六本ずつ、計十二本の運行。南駅、リカ線は、 市街地のみ一方方向に回る路線で25分間隔で26本が運行される。南畑線、西畑線、梅金線、山田線がある。南畑線は市南部の国道385号沿いの山間部を通る路線で1時間間隔で11往復の運行。西畑線は市西部の山間部を通る路線で1日4往復の運行。梅線は 中川左岸近くを通る路線で、1日4往復の運行。山田線は、市役所南側、国道385号東側の住宅地を一方方向に回る、循環路線で、1日8本の運行。朝と夜のみに運行。南部、北部川瀬民に比べ経由地の一部が省略されている、他、全便とも、博多南駅発着であり、 朝は、博多南駅発の博多南線のボディ列車に、夜は、博多南駅にの博多南線下り列車に、接続して運行される。ミリカローデ電経由路線は、南駅、ミリカ線と同一経路で、期終点を博多南駅とした路線で、平日は、朝4本、夜3本、土曜日は、朝2本、夜3本、祝日は、朝2本、夜2本の運行。 博多南駅、中川営業所間は、西鉄大橋駅市の狭の西鉄バスに、中川営業所で接続する、博多南駅発着路線で、平日のみ朝の博多南駅行き3本、夜の中川営業所行き2本の運行。大線発着便は西畑線の経路の一部を省略し、博多南駅発着とした路線で、平日1往復、土曜日は博多南駅行き1本のみ運行。 南畑発電所前駅便は南畑線の経路の一部を省略した路線で片方向きのみの運行。平日は朝1本、土曜日は朝1本、夜3本、祝日は朝1本、夜2本の運行。大人は150円均一。小学生、65歳以上、障害者は100円均一。運賃支払いは後払い。以下の停留所では、 下記の条件を満たす場合、乗り継ぎ券を受け取ると、乗車した路線とは別の路線に、無料で乗り継ぐことができる。中川営業所では、南駅、ミリカ線同士の乗り継ぎもできる。運行開始当初に導入した、日乗りエッセ3台、2012年に追加導入した、日のポンチョ1台、2011年と2015年に、導入したトヨタハイエース4台が、主に使用されているほか、 予備車として、他路線から転用されたイスズエルフ UT1 台がある。d s セは、カタナー線、アントク線で、ポンチョは、南畑線で使用される。いずれも、通勤かワセミでも使用される。それ以外の路線では、ハイエースが使用される。なお、2020年に一部区間を、福岡第一交通に移管したことにより、ハイエース2台が、同社に移籍指導者担当路線で使用されている。 AB 地域内、フィーダー系統に関する市町村の取り組み事例集、平成25年3月国土交通省九州、運輸局20から 21AB 中川市役所。西鉄バス側で、バス停名未更新のため、以下すべて同じ。西鉄バスが使用する、メガドンキホーテ中川店前のバス停ではなく、ここから少し離れたところにある。西鉄バス2日、市担当便でも、 イスズエルフユーティーでは使用不可。福岡第一交通便でも使用不可。ありがとうございます。